はい、皆さんこんにちは、みやたんです。ヤッホー。今日はですね、トレーラーの、バック、まあ右バックですね、撮影をしたんですけども、でちょうどね、撮影してカメラをセッティングしてる時にですね、ちょうど先輩のトラックがね帰ってきたんですよ。なんで先輩のトレーラーのバックも、ついでに、2連チャンで、2連チャン、まあ僕もバックしましたけど、2回連続で、トレーラーのバックが見れたということで、それを皆さんにお届けしたいと思います。でね、途中で最後僕一回こうバックするとき一回キュッて止まるんですけど、あれね、自動ブレーキっていうのがついてて、後ろに下がって障害物を感知すると自動ブレーキパッてかかるんですよ。でそれを解除するのを忘れとってで解除して一回止まった感じですね。でピッピッて解除して、ほんでからもう一回下がってる感じです。はい。まあ、あんな感じでね、急にキュッてこう止まって、バックしてる時にね、障害物を感知するとね、安全のためにね、ピタッとこう止まるようになってるんですよね。はい。先輩は多分解除してたんかな？うん。僕はちょっと解除するの忘れとってね。はい。まあ、早速、トレーラーの、右バックを見ていきましょう。Bye.
はい、お疲れ様です。タイミングよくね、もう1台ちょうどトレーラー来たんでね、2台のバックを見れたんじゃないでしょうか。よかったですね。たまたまですけどね。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。トレーラーかっこいいですよね。トレーラージャパンのね、いろんなコメントいただいてます。皆さんからね、トレーラージャパンのトレーラー見たよ、どっかで見たよって、めっちゃかっこいい、生で見たらめっちゃかっこいいとかね、いろいろコメントいただいてます。本当にありがとうございます。これからもトレーラージャパンをよろしくお願いいたします。今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。